ビートルズ・ビートルズの作品、フォーユー、ブルー・ビートルズ・ビートルズの曲名一覧、フォーユー・ブルー、フォーユー・ブルーは、ビートルズの楽曲である。作詞作曲は、ジョージ・ハリスン。1970年5月8日に発売された12作目の、イギリス版公式オリジナルアルバム、レッド・イット・ビーに収録され、3日後に、アメリカで、シングル版、ザ・ロング・アンド・ワインディング・ロードの B 面曲としてリカット。 された。ビルボードホット100で第1位、キャッシュボックストップ100で最高位71位を獲得した。本作はブルース形式のカントリー調の楽曲で、作曲面では1968年11月から12月にかけてハリスンがウッドストックでボブ・ディラニア、ザ・バンドと共に過ごしたことに影響を受けている。1969年1月にリハーサルが行われ、 同月下旬にアップルスタジオでレコーディングが行われた。本作にはジョン・レノンのラップスティールギターのパートが含まれている。1976年にキャピトルレコードから発売されたハリスンのコンピレーションアルバムザ・ベスト・オブ・ジョージ・ハリスンに収録され、1996年に発売されたザ・ビートルズ・アンソロジーさんには別テイクが収録された。 1974年の北米ツアーでのライブ音源が1988年に発売されたソングズバイ、ジョージ・ハリスンに収録された。なお、ポール・マッカートニーは2002年11月に行われたハリスンの追悼コンサート、コンサートフォージョージで演奏している。ニューヨーク州北部に位置するキャッツキル山地。ハリスンが1968年末に訪れた。 ウッドストックでボブ・ディランやザ・バンドと過ごしたことが本作のインスピレーションの一つとなっている。ジョージ・ハリスンは1968年末に妻であるパティ・ボイドへのラブソングとしてホーユー・ブルーを作曲した。ハリスンは自伝 IME m i n で12小節ブルースの典型。内容が能天気なことを除けばねと述べている。本作はハリスンが ニューヨーク州北部のウッドストックに滞在した際に、ボブ・ディランとの共演や、ザ・バンドとジャムセッションを行ったことが影響している。ウッドストックにおいてハリスンは、1968年後半のアルバム、ザ・ビートルズのセッションにおける緊張した雰囲気とは、対照的な音楽的な仲間意識を体験することができた。ホーユー・ブルーは D のキーで演奏されるカントリー・ブルース調の楽曲である。 イントロを除くすべてのセクションが12小節のブルース形式に従った構成になっている。なお、5小節のイントロにはホームキーの E7 が含まれている。歌詞の中でハリスンはボイドへの愛について書いており、音楽学者のアラン・ポラックは非常に汚れのないロマンティックな幸福感と評している。ハリスンのオリジナルの手書きの歌詞では曲名がホーユーブルーズとなっていて、 1969年1月下旬にレコーディングが行われた際には、ジョージズ・ブルーズと名付けられ、2ヶ月後にアルバム、ゲットバック用にミキシングされた際には、Because You Are, Sweet and Lovely に変更された。その後、5月下旬に、現行の曲名に定着した。ホ o ユーブル u Blue は、1961年1月に、ビートルズが、 ツイッケナムスタジオでリハーサルを行った楽曲の一つである。後に、レッド・イット・ビーとして知られるようになった映画のプロジェクトには、1966年のアメリカツアー以来となるライブパフォーマンスへの復帰がプロジェクトの一環として組み込まれていた。1968年12月にウッドストックから戻ってきたハリスンは、このプロジェクト、 とりわけアンサンブルを基本とした演奏への回帰についてかなり楽観的であったとされている。リハーサルはビートルズのテレビコンサートにドキュメンタリー映画を添えることを意図し、マイケル・リンゼー・ホグによって撮影、録音されていた。1月7日にハリスンは本作の総案を提出したが、この日はグループ内での対立が目立つ日となった。 ゲットバックのセッションで残されたテープを研究したダグサリピートレーシュバイクハートは協調書の中でビートルズはホーユーブルーについて中途半端なリハーサルを行い将来についての議論の中でハリスンが提案されたコンサートについてマッカートニーと意見が合わなかったと書いているまたハリスンが作曲したオールシングスマストパスレッド・イット・ダウンヒア・ミーロードについて ジョン・レノンとポール・マッカートニーは興味を示さなかった。1月9日のリハーサル時点で、ハリスンは本作の歌詞を完成させていて、本作に伝統的なカントリーブルースのようなアコースティックなアレンジが必要だと提案した。この翌日、ハリスンはマッカートニーの威圧的な態度やレノンのプロジェクトへの無関心さに嫌気がさしたことにより、セッションを離脱した。 ハリスンのバンドへの復帰の条件を受け入れる形で、ビートルズはコンサートのアイデアを吐き、1月22日のセッションにより場所をアップルスタジオに移して、トゥイッケナムスタジオでリハーサルした楽曲の一部をアルバム用にレコーディングした。なお、リンゼイ・ホックが I.W.Mine に関する映像をドキュメンタリー映画に収録することを決め、1970年1月に、 正式なレコーディングが行われるまでは、本作がアルバムに収録される唯一のハリスンの作品となっていた。ホーユーブルーのレコーディングは1月25日にアップルスタジオで行われ、プロデューサーとしてグリーンジョンズとジョージ・マーティンが同席した。サルピーとシュバイクハートは、バンドは完全に集中して演奏していて、同日にマッカートニー作の Red イ t b e i n や、 トゥオブアースに取り組んだ時の優柔不断のアプローチとは対照的だったと述べている。また、ハリスンが本作について軽快なアコースティック調のアレンジを提案したことについてサルピーとシュバイクハートはバンドの演奏はアーバンブルースのスタイルに近かったと述べている。録音されたテイクからテイク6がマスターテイクとして採用された。レコーディングではハリスンがアコースティックギター レノンがラップスティールギターを演奏した。レノンは感想における最初のソロを演奏し、続いてマッカートニーがピアノソロの演奏している。また、マッカートニーはハリスンの悪いホンキートンクピアノの音という要求に応えるためにピアノの弦とハンマーの間に紙を挟んで演奏した。本作におけるリンゴスターのドラムパートについて音楽学者のウォルター・エーベレットは 楽曲全体を通してずっしりしたバックビートを演奏していると説明している。1970年1月に映画のプロジェクトが再開され、ッドイットビーというタイトルで公開されることが決定した後、ハリスンは本作のリードボーカルを再録音することを決めた。1月8日にオリンピックスタジオでボーカルパートがオーバーダビングされ、ジョンズがこのセッションのプロデュースを手掛けた。 ハリスンは曲の大部分をファルセットで歌っていて、感想でのゴー、Go! ジョニー、ゴーという掛け声やエルモア・ジェームスへの言及をはじめとしたハリスンの即興的な語りもこのセッションで加えられた。1970年3月30日にフィル・スペクターはアルバムレッド・イット・ビーン用にリミックスを行った。この際にスペクターは 1969年1月8日のセッションで録音されたレノンのクイーンセイズのツーポットスモーキング FBI メンバーという語りを冒頭に加えた。またスペクターは曲の感想部分のテープループを作成し、その上に1月30日に行われたルーフトップコンサートに関する街頭インタビューの音声や映画からの音声を加えた。これは映画 レッド・イット・ビーのプロモーション用に作成されたテープと考えられており、未発表のままとなっている。1970年5月8日にアップルレコードからアルバム、レッド・イット・ビーが発売され、ホーユー・ブルーは、ザ・ロング・アンド・ワインディング・ロードと、ゲット・バックの間に配置された。同作の発売は、ビートルズの解散から4週間後かつ、映画、レッド・イット・ビーのプレミア上映の直前にあたる。 本作はアメリカで5月11日に発売されたシングル版ザ・ロング・ワインディング・ロードの B 面に収録された。アメリカで本作がラジオで複数回エアプレイされたことからビルボード氏からザ・ロング・ワインディング・ロードとの両 A 面の扱いを受けビルボードホット100で第1位を獲得しオーストラリアのゴーセット国際チャートでは最高位6位。 キャッシュボックス誌のチャートでは最高位71位を獲得した。本作はビートルズのメンバーとしてもソロアーティストとしてもビルボード誌のチャートで最も成功した楽曲の一つとなっている。1976年にキャピトルレコードから発売されたハリスンのコンピレーションアルバムザ・ベスト・オブ・ジョージ・ハリスンに収録されたビートルズ時代の楽曲の一つとなっている。しかし、 アップルコアはアメリカのチャートで第1位となったのはビルボード氏の当時の方針によるものという認識を示しておりイギリス及びアメリカのシングルチャートで第1位を獲得した楽曲を収録したコンピレーションアルバムザ・ビートルズ1には収録されなかった1996年に発売されたザ・ビートルズ・アンソロジー3には1969年1月25日に 録音されたテイク1が収録され、2003年に発売されたレッド・イット・ビー。ネイキッドには、冒頭のレノンの語りを省略し、オリジナルトラックをリミックスした音源が収録された。NME 氏のアラン・スミスは、アルバムレッド・イット・ビーのレビューの中で本作について、ジョージのもう一つの力作で、囁き声のようなずんぐりしたロッカー、エルモア・ジェームスがある部分で、 彼女にはかなわない。と呼びかけていると評し、メロディーメーカー氏のリチャード・ウィリアムスは、曲中でのレノンのボトルネックギターとジェームスへの言及を引き合いに、愉快な三分芝居と評している。ハイフィデリティ氏のジョン・ガブリーは、ラップスティールギターが使用されていることを、曲中で唯一興味深い点とする一方で、それ以外は退屈と評している。 2003年の模擬誌で、ジョン・ハリスは本作をマッカートニーが掲げていたバンドの原点に戻るという当初のコンセプトに忠実な楽曲の一つとして取り上げている。ハリスは本作のピアノ、アコースティックギター、ラップスティールギターのハマり、具合が大人しくて素晴らしいと称賛している。同年のアコースティックギターマガジンに寄稿したデビッド・シモンズは同じく ハリスンの作品である、ヒアカムズ・ザ・サイやアイ・ミーマインと共に、リズムギタリストとしてのハリスンの創造性を示すもので、カポを取り付けたアコースティックギターで構成されていることで、バンドのサウンドに新たな要素を取り入れたと述べている。ビートルズの電気作家の中でも様々な評価がなされており、イアン・マクドナルドは本作を忘れられた12小節と評し、マーク・ハーツ・ガードは、 か弱いブルース部にハリスンはオールシングスマストパスやレッド・イット・ダウンの方が良かったのではないかと考察している。ウォルター・エーベレットはレノンがビートルズ時代に行った唯一のラップスティールの演奏は不器用であると同時に洗練されているように思えると評している。イアン・イングリスは本作の軽快さをハリスンがスピリチュアリティや悟りにいつも 夢中になっていた中でシンプルかつ楽しいラブソングを作ることができたという証拠とし、その直接的な表現と彼が明らかに楽しんでいることが彼の言葉の誠実さを補強していると評している。音楽ジャーナリストのキット・ートゥールは本作をシングルのリード面よりやや劣っているとしても同じくらい良いビートルズの B 面曲の例として挙げ、本作の陽気で 楽観的な性質と1969年1月のバンド内の緊張した雰囲気との対比を引き合いに本作での演奏を4人がリビングルームに座ってただ楽しくジャムに狂じていると例えている。コンシークエンスオブサウンドのジャスティン・ガーバーはハリスと同様に本作がグループの意図する原点に戻るというアプローチに忠実であるとする一方で アイ・ミー・マインとの組み合わせは悪くはないが、ホワイトアルバムでの彼の提供曲と比べると、見劣りすると評している。ピッチフォークメディアのマーク・リチャードソンは、本作のチクチクするリズミカルなドライブ感を称賛し、ゲットバックやトゥ・オブ・アスと共に、ビートルズ・レガシーに影響を与えるような要素は、ほとんど見られないにもかかわらず、レッド・イット・ビーが、いかに良質なネタを含んでいるかを示す例。 として挙げている。本作をカバーしたアーティストの一人であるダーニー・ハリスン。2002年のコンサート・フォー・ジョージでマッカートニーと共に本作を演奏したメンバーの一人であり、2013年にカバーバージョンを録音した。フォーユー・ブルーは1974年に行われたハリスンのアメリカツアー、ダークホースツアーのセットリストに含まれていた。ハリスンは 本作をジャムトラックとして演奏し、ツアーに同行していたバンドメンバーを紹介していた。ロベン、フォード、エミール・リチャーズ、ウィリー・ウィークスがそれぞれギター、ベル、ベースでソロを披露したライブ音源は、1988年にジェネシス・パブリケーションズより出版された、ズロック、ソングズ・バイ、ジョージ・ハリスンに付属のディスクに収録されている。2002年11月29日に、 ロイヤル・アルバート・ホールで開催された、ハリスンの追悼コンサート、コンサート・フォー・ジョージで、マッカートニーは本作を歌唱した。演奏メンバーとして、スター、エリック・クラプトン、ハリスンの息子であるダーニ・ハリスンらが参加し、マークマンがスライドギターを演奏した。ピート・モリナーリは、も女子に、付属の CD、レッド・イット・ビー・イ・リビジティットで本作をカバーした。年に、 クリストファーダナリーブの支援を目的にダーニが本作をチャリティシングルとして録音した。出展。ありがとうございます。